こんにちは12月の16日金曜日の株と為替の売買シナリオでございます。えー、さて本日の東京市場でございます、まあ東京市場というよりも、えー、本邦で注目されましたのが え、ロシアプーチン大統領の、まあ、訪日というんでしょうかね、来日に関わるニュースというところでございました。え、現在が17時26分、え、を指しております。東京市長時間でございますが、え、夕刻ですね、4時過ぎだったでしょうか、ロシアプーチン大統領と安倍首相の、共同え、記者会見があったわけでございますけども、残念ながらですね、マーケットに大きな影響を及ぼすような形にはならなかった。ただし、今後の、え、日ロ関係の、 まあ一歩を踏み出すようなというような形での安倍首相の発言の見解がですね、まあ、非常に印象的だったわけでございますけれども、えー、繰り返しになりますマーケットには残念ながら大きな影響を及ぼさなかったとこういうところでございますさてで今日はですねまずはこちらご覧になっていただければと思います日経225のオプションの方でございますがやはりですね継続して、えー、2万円オーバーの コールの出来高がやはりですねかなり盛り上がっておりますブルコールというようなあ 先日になろうかと思いますが2万円オーバー、まあ、2万500円だとかというような、2万トンで500円だとかというような水準でのコールの出来高が3000枚強、2万円のストライクで3000枚強というような形になっております、ちょっとプットの方、カバードプット1万7500円の2000枚ぐらいのところだけがちょっと目立つような形で、ちょっと全般的にはですね上値を主戦場としたコール売り内はコール買いというところが目立った経緯でございます。さて そして本日の午前10時からでございますがラジオ日経さんマーケットプレイスで出演させていただきたいんですがその時に申し上げましたのが実は今週いつもご案内させていただきますが週末にご案内させていただいております今週の振り返りというんでしょうか、ね、FOMC と来週のポイントに関してドル円と合わせての。 コメントさせていただきました、えー、で、えー、ウィークリーレポートの方でございますけれども週間為替相場見通しのタイトル1ドル120円を日銀覚悟で問う局面と放題して、えー、当社関連サイト当社サイトはもちろんですがご案内させていただいておりますのでぜひご考覧いただければという風にしておりますさてで向かって右のところにいつもご案内させていただいておりますが売買比率投稿ございます、えー、そこで今回のタイトルはこちらでご案内させていただこうかと思います 悩めるシワスのドル円売買心理と、12月19週、為替見通しと、放題しておりますが、さて、じゃあ、まずは先にですけども、日経225の方、えー、平均採用銘柄、日経平均採用銘柄の方からでございますけども、今日目立ちましたのは、あ値上がり率の方で、えー、6976の太陽油田。 えー、投資判断の引き上げ。まあ、一部証券会社の投資判断の引き上げ。で、そして、えー、まあ、6302の、えー、住友機械工業。こちらの方も同様かもしれませんね。こちらのは目標株価引き上げと、いうところでございますが、えー、太陽油電の方はですね、投資判断の引き上げ。 に加えて目標株価も引き上げこれもほぼほぼ倍引き上げというところでございましたまあ、円安メリット、えー、まあ、ここ最近のこの円安店舗というところではこうしたです。て今日全般的にも輸出、えー、関連銘柄、えー、まあ、ピックアップされているようですけれどもやはり太陽有電大きく注目されていたという経緯でございますで逆に下がってしまったところなんですが気になっ あたのは、えーま、9681の東京ドーム。こちらの方は、熱海幸楽園ホテルのお、ま、営業終了というところなんですけども、やはり8766の東京会場と8725の M3AD、ま。こちらの三井住友会場、えー、そして東京会場のほと,ところですけども、えーま、一部の証券会社、もしくは報道などでもあったんですけども、高齢運転者に関わります。えー、保険料の値上げ、えー、というところの、 えー、まあちょっとマイナス、収益のマイナス、もしくは自動車保険の保険率引き下げ、こうしたところがですね、えー、ちょっとお、まあマイナス材料とこういうところで圧迫したようでございます。さて、で、えー、改めまして、今回の悩める師スのドル円売買シリーなんですが、改めてちょっとこちらの赤いラインの方、チャートをご覧になっていただければと思います。11月から、そしてイラスト、トランプ氏、次、まあ、期政権、誕生ということで11月9日、まあこの辺からずっとドル円相場が上昇しているわけでございますけれども、 当社岡三オンライン証券のお客様ないしはこれ FX 全般の個人投資家あまあ FX 投資家全般に言えることだとは思いますがずっと逆張りないしはドルロングポジションの縮小というところが非常に顕著でございました。さてそこでこの今悩めるシワスノというふうにしてご案内させていただいておりますのはやはりこの12月に入って115円という非常にシンボリックな水準、えー、ここでの動きこのみず、えー、緑色のところで丸かっており やはりですね、115円にちょっと上昇したところで大きく回避率がここでまたぐんと下がっているとこういうところなんですね。えー、ここでまあ一旦上値目処なんだろうというふうにして見ていての FOMC だったわけでございますが、まあここまで上昇するのかというような形で、 えー、ちょっとこちらの非常に細かくなるかもしれませんが、今までだったらば、えー、逆張りで上がったところで売ってってというようなところ、もしくはロングポジション縮小というところで回避率が下がっていたわけでございますけども、えー、今般の えー、FOMC を受けてというような形になりますと、実は、えー、回避率が下がったところでまた上昇しているというところなんですね。要はここで直近のところの上昇、竹、え、部、ー、のイラストを指しております。その一番近くの青いラインのところですけども、44%水準から48%水準ぐらいまでぐんと上がっているのは、これちょっと順張りになっているのかなというところかと思います。まあ非常にちょっと悩ましいような状況で、まあ今後のポイントがやはり110 十八円オーバー。 120円に向けてと、というようなところでの工房になってくるかと思います。日経平均株価の方もまあ2万円、そしてドル円相場の方も120円、それぞれがですね、注目されている水準でございますけども、まあそうしたところがですね、来週、来週の末はですね、まあクリスマスございますけども、ちょっとマーケット一足早めに動きが出てくるかもしれません。もちろん今夜もですね、週末ということで、ポジション調整主体になってくる可能性強いかもしれませんが、まあその辺もですね、十分ご留意の上で、 えー、お取り組み、マーケットをエントリーしていただければというふうにして思います。えー、そして今回の、えー、売買シナリオでございますが、まずはドル円から、えー、今回は117円の80銭から118円の70銭、えー。ちょっとワイドでございます。ちょ、まあ、主戦場というようなイメージ。ダゲブの個人的な主戦場のイメージは、118円のちょうどから118円のま、40銭ぐらいまでかなと、ちょうど40ぐらいの間だかなというふうにして見ておりますが、今夜でございます。 えー、先にちょっと材料の方を申し上げますが、ここ最近の米国の経済指標が非常に、えー、強いとういうところ、えー、そしてやはり市場参加者が減っている中ではボラタイルの値動きをするだろうと、えー、その中で今夜でございますが、えー、アメリカの え、住宅関連指標。え、まあ、そしてですね、え、メジャー SQ がありますけども、米国の株式市場こちらが、まあ、昨日も主要産指数強かったんですが、これに合わせて反応するのかどうかというところが1点。そして、今度は深夜でございます。2時半、え、マーケットがどの程度まで材料死するのかどうか。ちょっとこの辺は非常に不確かなところでございます。個人的には、えー、竹部個人的にはないんじゃないかなというにして見ておりますが、FRB の幹部が FOMC 後に初めての講演になるというところ で今後のお売上店舗ないしは金融政策の見通しに対して発言をどの程度まで、えー、マーケットが反応するのかどうかというのはポイントになってくるかと思いますで先ほど申し上げた、えー、あまり重要視していないんですがというふうにして申し上げたのはラッ,カー、えー、ラッカーさん、えー、リチモンドレンギー総裁のラッカーさんはこの方すさまじく高派でございますので強気のことを言うのは決まっているだろうというところです、えー、ただしそれにマーケットが乗ってくるのかどうか、えー、そして2015年の時の a f fomc のメンバーでいらっしゃいましたが、本年、そして来年もですね、fomc の投票権を保有なされる方ではございません、というところでございます。えー、ただし、マーケットがこの、この方のご発言で、 えー、恣意的な仕掛けを持ってくるのかどうかというのは、これ十分注意とういうところで、少しレンジの方を広げさせていただいております。エントリー水準は118円の10銭水準。ここで解体期。えー、利益確定は118円の60銭で50銭幅狙いでございます。えー、やはり6070がちょっと重いですね。この辺のところを一旦の上値目処として勘案いたしました。えー、60、50銭狙いでアゲンストなんですが、117円の60銭水準。えー、ここ直近のところのちょっと戻りやすねになりますでしょうかね。 えー、そこのところで一旦は仕切るとこういうとこです。ここからじりじりっと下がっていっても、まあおそらく輸入企業が117円台の前半から半ばに待機という、まあちょっと週末でございますのであまりリーブオーダーはないかとは思いますが、えー、まあ場合によっては、 うーんちょっとこの辺はもし利益確定ができなくなったとしても正直なところ、週超えをしたいなという,ふうにして思っているのも本音でございますがやはりデイリーというようなルールでございますのでこの辺はあ、まあ、50銭狙いでの、えー、50銭リスクというところで今回のシナリオを考えております。 えー、そして、日経225の方でございますけども、こちらの方もですね、19,500円がなかなか超えそうで超えないというような状況をついております。えー、深夜においては500円オーバーというところではございましたが、えー、クリック株365、なかなかちょっとこの辺も、まあ日経225、日経平均株価の方も同様だったのかもしれませんが、えー、ちょっと19,500円水準になると、 え、ま、やれやれ売りというようなものが、上根を圧迫しているのかなという人は思います。さて、そこで、今夜でございますが、19,350円から550円。そうは言っても、先ほど申し上げた通り、米国の主要株価算出がどのような動きをするのか、そちらの方を横に睨みということで、350円で買って、500円で売ると。100 150円狙いでございます。で、150円狙いなんですが、損切りの水準をどこで置くのか、ちょっと悩んだんですが、250円水準で、150円狙いの100円リターンとリスクとこういう、 ところで考案いたしました。150円リターンでの100円リスクです。で、こちらの方も本音はですね、えー、19,150円水準、直近ダブルボトムができておりますので、この水準が割れない限りは、えー、もうこちらの方も正直なところロールオーバーしたいなという風うにして思ってはいますが、 やはり、週末リスクとこういうルールにのっとってというところで、今回も150円狙いでの100円リスクというところでの今回の勘案でございます。ちょっとポイントとして上値のところ、もう一つ意識したいのは、日足のボリンジャーバンド、プラス2シグマで、やはり500円水準というのは圧迫しているのかなというところも、一つ、利益確定、19,500円に設定した、一つのベンチバーク、メルクマールとしての根拠の水準でございます。ただし、ちょっとテクニカル的なここ最近ですね、かなり、 まあぶらされているような状況をついておりますので、えー、この辺は値幅のイメージとこういうところで勘案しております、えー、もちろん米国主要指数は横にらみというところは繰り返しになりますが、えー、お忘れなきようにというところでございます 改めてでございますが、週末リスクという観点ではです、ね、ちょっとここ,、まあ、こ,こ,ここ数日の間の店舗間からです、ね、利益確定の売りが出てくるのかなという感じ、この辺のイメージ否めないところでございますが、ラジオのところでもちょっと申し上げたんですが、月末に入ってまいりました、本格的な月末入りというところでは、m a を含めてでございます、輸入企業も総じてそうなんですけれども、ドルを買わなくてはいけない、まあ、そういった需要というんでしょうかね、ドルの調達の 必然性というのがかなり、えー、意識されておりますので、寝がたいのかなというふうにしても思っております、まあ、そうしたこともまあちょっと、えー、頭の片隅に置いていただければというふうふにして思うんですが、もちろん、えー、週末リスク、急激な変動、えー、この辺はですね、えー、常に常にどんな状況状態でもお忘れなきようにというところでお取り組みをいただければというふうにして思います。以上12月ののの日日金曜日の株と為替の売買シナリオでございました